皆様おはようございます。本日も全国各地よりお集まりいただきまして誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。さて本日は後藤先生においでいただきました。昨年そうですね、内視推進法の理論と、ポリペクトミーと、各2回ずつそれ以外に便秘を1回やっていただいて、その便秘を除いて2回分を今年は2つの理論とトレーニング、それから実践と実技というようにまとめて今年はお話をいただきます。でその第1回目でございまして、推進法による大腸内視鏡検査1理論とトレーニングというタイトルで今日はお話しいただきます。数日前以来九州の方にいつも週末は先生九州なんですかね、はい、で台風のことでちょっとお帰りいただけるかどうかちょっと怪しい時期がちょっとあってとても心配したんですけど、お顔を見て私は安心しました。もうよかったです。はい、それでは時間でございますので、後藤先生、新宿大腸クリニック院長後藤俊夫先生にお話をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回推進法という大腸内視鏡の挿入法の一つについてお話しするわけですけども、ちょっとこう話すのが挿入法の技術論について話すのが難しいと思うのは、聞かれる方のレベルっていうのがそれぞれ違うと思うのと、あともう一つは前知識もだいぶ個人差があると思いますので、そこがちょっと話しづらいところでありますので、ちょっとアンケートを取りたいんですけども、大腸内視鏡普段は皆さんされてるんでしょうかね。されてる方手を挙げてもらいます。じゃあ逆に普段まだしてない方とかいらっしゃいます？全くの初心者ってそういうのはいないですね。あともう一つは推進法のこの話を去年やったんですけど聞かれたことある方いらっしゃいます？じゃあ初めてですね。はい、あともう一つは普段エアフォーで当然されてるわけですよね。皆さん推進法でされてる方いらっしゃいます？推進法ですよね。なるほどですね。はい、わかりました。それでもし何か喋っていてわからないところがあったらそのままどんどん話が進んでいくと、例えば僕は推進法の説明の時に9時とか6時とか時間をすごく言うんですけど、そのことがもし理解されないままどんどん話が進んでいってもどんどんちんぷんかんぷんになってきますので、その都度パネルごと質問されて構いませんので、パネルごとでもし分からなかったらパネルの次目のところで質問していただきたいと思います。で、1時間ごとに4つのパートに分かれてますので、そのパートの終わりにもう一度まとめて質問を受け付けますので、そこでもまた質問してください。で、一番最後講義の一番最後のところでまた大きく質問コーナー取りますので、計3回質問するチャンスがあると思いますので、どんどん質問していただいた方が逆に皆さんのレベルに合わせて話せるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。去年聞かれた方は基本的に書いてある内容は去年と同じなので、あんまりこう目新しくはないんですけど、また説明不足だったりしたところが変わったりしてますので、新たな気づきがあるかもしれないと思います。あとテキストの方だいぶ変えまして説明を入れましたので、もし聞き逃してもテキストの説明読むだけである程度理解してもらえるように、作り変えました。私が推進法やりだしたのは1994年からやっております。もう長くやってるんですけども、最初の1年目にほぼ完成しまして、ポンプもできましたし、あとワンパターンメソッドという推進法に特化した挿入法ですね、もうその時期にほぼ完成しております。秘密にしてたわけじゃなくて、特集会で、長く指導してきまして、特集会病院には50人以上、直接の弟子を作りましたし、もう孫弟子とか弟子が教えてどんどん広まってはいるんですけども、ほぼ特集会に限定しておりまして、
もっと広く、知っていただきたい。特にマスターしやすいので、あの開業医の先生方とかですね、そういう人にやってもらいたいと思いまして、こういう講義を組ませてもらいました。では、まあ、スタートしたいと思います。メールアドレス書いてありますので、またこの講義が講演終わった後で、質問と思いついた方はいつでもメールしていただいて結構ですので、質問してください。最初、理論の方から説明したいと思います。もともと私がやってる推進法はどういう流れかというと、東大物理療内科の津村先生という先生が、もう亡くなったんですけど、昔いらっしゃってですね、私のまあボスだったんですけども、彼はエア法で普通の一人法をやってました。深夜式ですねをやってたんですけども、深夜先生がニューヨークにいらっしゃってニューヨークまで習いに行ったというふうに聞いております。で、普通のエア法だったんですけども、まあ、あの弟子に教えるときにある程度自由にやらせてくれるんですけども、あの空気がパンパンになっても患者さんが悲鳴を上げて30分くらい経った時に変わってももう患者さんは触った瞬間やめてくれって言ってますし、あの何もできなくなってしまうので、下の人がやる時は空気を入れるなと、空気を入れないであの入れなさいというような、空気を入れないと、まあ、前がよく見えないわけですね。オリエンテーションがほぼつきにくいんですけども、少し下剤が残ってるのでそれを頼りに時間をかけて、やるというようなやり方を指導してました。で、30分くらいやって入らなかったら変わるというような感じで、彼は空気を入れるわけですね。で、そういう指導法をされてまして、その弟子である田淵先生が、まあ、津村先生はずっと後ろに立ってるわけじゃないので、あの、まあ、見てない時にこっそりシリンジで持ってですね、あの 20cc シリンジで持って、見えない時に方向が見えない時にですね 20cc 入れるっていうね、水を入れるっていうことを、やりだしたら、そうすると、非常にこううまくいくと、方向が 見つかりやすいわけですから、うまくいき始めて、どこで入れるかっていうと、まあ、主に A 出場結腸ですけど、もうオリエンテーションがつかめなくなったら 20cc 入れるというやり方で始められました。で、彼はまあ無早期注水法といって1987年にやり始めたということでした。で、その頃彼は目黒の共済病院にいたんですけども、津村先生がどうも田淵先生がおかしなやり方で内視鏡をやり始めてて評判がいいらしいということを聞かれて、僕にですね、あのちょっと見てこいと、田淵先生がどうやってるか見てこいということで偵察に行ったことがあるんですけども、そうしたら、空気を入れないで水をシリンジで入れてるんだということで、やってました。で、それをまあ津村先生に報告しましたら、あ、それもいいかもしれないなということで彼もそれをやり始めたということで、津村先生が指示したやり方なんですけど、田淵先生がちょっとあの発見をされまして、逆輸入して我々全員、まあ、そういうやり方をし始めたということです。ところが、その時、まあ、彼は未だに手で自分でシリンジで入れてます。非常にそのやりにくいんですね。あの挿入で S 状結腸を入れてる時に貫空が見えにくい曲がり角のところで一回右手をスコープから離してですね、シリンジを取って吸って入れるというですね、結構手間です。で、それを何回かするわけですからもうめんどくさいんですね。非常に術者にとって非常にめんどくさい、あんまりこう普及しないという感じだったんですが、そこをまあ、で、あと貫空が基本的には潰れてまして空気入れられないわけですから、挿入にちょっと時間がかかるんです。あんまり5分とかそういうのはなかなか入らないっていう感じで、ちょっと挿入が遅いっていうのが
最初の推進法の欠点だったんです。でもその頃から推進法の最大の特徴である無痛っていうのがですね、ありまして、とにかく何が良かったかっていうと、患者さんが痛がらない、痛がらなく入るっていうのが推進法のもう突出した、利点でありまして、でそれがあるもんですから、こうみんなで推進をしようということになりました。で私がやったのは1995年ですね。私がスタートしたのが1994年なんですけども、最初からスタート時、大腸内視鏡の最初の時から、まあ推進をしたわけですけども、翌年1995年にポンプを作ろうと、いちいち手を離すのが大変ですから、入れたい時に入れたい量だけ入れるというポンプを作ろうということで、その当時は歯の中を、ま、きれいにするための間欠的に水が勢いよく出るドイツ製の市販の口内洗浄機みたいなポンプがありまして、電池で動くんですけども、それを買ってきまして、ちょっと改造して歯のそのノズルの先にチューブつけてですね、監視口に延長させて、で監視口に突っ込むと、で連続的に出たら具合悪いんで、オリンパスのフットスイッチを それにかましてですね、途中にでフットスイッチを踏んでる間だけ電気が通って、モーターが動いて水が出ると、まあ間欠的にピュッピュッピュッって出るわけですけど、そういうのを最初に作ったわけです。で、それに関しての特許を、1995年に出願したんです。その当時は、挿入時間が最初15分かかったんですけど、最初の1年目ですね、それを作ってから7分に、短縮されたというふうに、記載があります。で、今日お話しする話の目次みたいなやつなんですけども、動画がありますのでちょっと、見ていただきたいと思います。推進法は無痛なんですね。痛みが麻酔を使わなくてもありません。時間も平均すれば早くて 98% は10分以内。これは現在の私のあれです。で、教えるのに今マスターしやすくて、なんでかっていうとストレートに近いんですね。早めに短縮するとループを作らない。で、挿入率が高くなる。で、やり方としては水ポンプを利用してアタッチメントをつけて、でスコープを選択し、その選び方は、まあ、痩せた人は細いの、太った人は太いので、コードを途中で変えます。前半が柔らかくして後半を硬くします。でスコープの持ち方が非常に独特です。でコロンモデルで練習します。コロンモデルと人間とは非常に関係があります。ちょっと早すぎて分かりませんけども、おのおの詳しくこれから説明しますので、だんだん分かってくると思いますけど、ちょっと見ますと、麻酔がなくて、このデータは実は私のデータではなくて、私と私の弟子が混ざったデータなんですけど、推進法でやった千葉西病院の結構10年くらい前のデータだと思うんですけども、千葉西総合病院っていうところが特集会にありまして、そこはほぼ全員推進法でやってまして、まあ麻酔をつかなくても痛くないっていうデータが出てます。私だけのデータで言うと、もっと痛いっていう方が少ない、もうほとんど痛くないっていうデータになるんですけど、それで、だん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 スピードが速くなってきまして、現在の去年です、これは去年の、月曜日と火曜日に私がやってる湘南厚木病院の私個人のデータですね、2分台が最多で、中央値が3分50秒、平均値が4分30秒です。
まあ、10分以上かかる人がすごく少ないということですね。で、実は推進法はまあ、もともとはすごく時間のかかる遅い検査だったんですが、一人一人ちょっと時間かかるんです。関空が見つけにくいので、土管のようにバーンと見えないので、一ひだ一ひだこう越えていかないといけないので、手間がかかるというか時間がかかるんですけども、そうやってこう時間がかかる分、途中で止まってしまってこう困難な状態になって、そこで難渋するっていうことがほぼ なくて、いつもどん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 先へ進んでいきます。あともう一つは、ある程度まで行ってからストンと抜けて元に戻るとか、そういうこともほぼないんです。でいつも前進ばっかりしていきますので、困難例をあまり経験しないんですね。結局こう簡単な人を1分でやったところで、ちょっと難しい人で10分も20分もかかってしまうと、平均時間はそこで何人分もロスしてしまいますので、平均時間っていうことを考えると、まあ、最初から簡単な人も丁寧にやって、その分難しい人をなんとかこう長大に時間取らないっていうことの方が平均時間には大事なので、推進法のやり方が結局は意外とエアフォーに比べて遅くないなというふうなふうに思ってます。まあいいですね。じゃあ次の。それで、推進法を簡単に言いますと、空気を入れません。で、少量の水だけを入れます。だいたい1人当たり 200cc くらいです。で、すごく難しい人の時はもっと少なくしたりもできます。で、やれと言われたら、まあ、全く水を入れなくても下剤を頼りに入れることもできます。まあ、ただ時間がどんどん遅くなるだけなんです。腸は虚脱しているっていうことが推進法の一つの特徴です。水を入れても空気を入れても同じ量だけ入れたら腸の形って同じになりますので、結局推進法は少なくしか入れないんだと、量が少ないんだっていうことが一つ、量の問題が推進法の特徴です。空気と違って水は少量しか入れない、10分の1しか入れないっていうイメージです。でもう一つは、滑りがいいっていうですね、腸粘膜とスコープとの滑りが良くなります。で、虚脱していることと滑りがいいことが様々に効いてきて、苦痛が少なくなったり、この推進法の、まあ、特徴になってます。この2つのことより、腸を伸ばさず押して早期に短縮できます。結局この虚脱していること、滑りがいいことによって腸を伸ばさず押せて早期に短縮できるので、痛くもないし困難症例も少ないといういい結果が出てきます。早期に短縮できるということから、ワンパターンで挿入できるようになるんですね。人間の腸はコロンモデルと違って千差万別なはずなんですけども、ワンパターンで挿入できる、ちょっと不思議なことを言ってるようですけども、それについても、まあ、後のパネルで説明したいと思います。で、結果無麻酔で無痛でできる。で、一番の欠点であった時間が遅いという時間ことも、解決されて、先ほど見ていただいたように平均時間は早いんです。中央値は割と遅いんですね。1分台が少ないですから、中央値が割と後ろの割に
中央値と平均とがあんまり差がない1分以内っていうのがあります。じゃあ次のパネルいきます。これがまあ苦痛のパネルですね。これは先ほど言いましたように、私以外のデータも入ってますけども、麻酔を使わなくても、20人に19人くらいは大丈夫で、20人に1人くらいはまあ痛い、こういう人は麻酔を使うわけですね。麻酔は千葉西総合病院ではプロポフォールを使ってます。ドルミカムかプロポフォールを使ってますけど、病院によってまあ違うんですけど、千葉西総合病院では痛いとおっしゃった方にはその時に、検査の途中で、プロポフォールを使っております。で結果この人も痛くなくなりますけどね。この場合はアウェイク麻酔を使ってない状態でのデータを取っております。で、挿入時間はこれは先ほど申しましたように去年の私の、月曜と火曜のデータですけども、こんな感じになってまして、1人だけ、全周性のポリ進行がんがあって PCFP に変更して細いスコープに変更しても挿入できなかった方は除外してありますけど、まあほぼ全員ですね。こういうデータになっているわけですね。ここの病院はまあドックと、入院患者が半々くらいだと思います。ドックだけだったらもっと早いかと思いますけどね。水があるとどういうことが利点があるかというと、滑りがいいっていう説明しましたけど、そのこれは1995年頃やった実験なんですけども、2本のスコープを敷きまして、浅いトレーに2本のスコープをレールに敷きまして、で豚か牛か忘れましたけど腸を、ここに貼り付けて 500g の重りを乗っけて引いたところ、空気しかない時はここの目盛りが 500g 重だったんですけども、少し浅く水を張りますと 250g 重で引けたっていうことで、引く力が半分で済むんですね。どういうことかというと、腸粘膜とスコープとの滑り摩擦係数が、水が介在する場合、空気の時より半分になるっていうことですね。この時浅くしか敷いてませんので浮力は働いてませんので、ほぼ浮力は働いてませんので、純粋に滑り摩擦係数が半分になる。実際はですね、もう一つの要素がありまして、水の中に あると当然浮力が働くんですね。で、浮力っていうのは空気の時には、重たいわけで、水の中に入るとスコープが軽くなるわけですね。でスコープの比重を測りますと大体2くらいあるんです。で比重が2、水より2倍重たいんですね。で水の中に入れると重さが半分になるわけです。水の浮力分軽くなって半分になるんです。で、物理の習った方、高校の時に習った方は、摩擦抵抗の計算式を覚えてられる方もいるかと思いますけど、摩擦力 F っていうのは滑り摩擦係数かける垂直抗力 N っていうのって掛け算したら出てくるんですね。で摩擦係数は半分になる、つまり滑りやすさは2倍良くなり、かつ浮力で重さが半分になるもんですから、2分の1と2分の1とかけて4分の1になるんです。実際なんていうか、スコープが軽くなった時、腸の中に入れた時は滑りやすさが2倍良くなり、また重さが半分になるから、押す力は4分の1で済むという計算になるんですね。実際まあやってみると本当に4分の1かどうか知りませんけど、非常にまあツルツルと
滑るんですね。で少しなんていうかゼリーを塗って入れていくと思いますけど、空気があると時間が経つとだんだんゼリーが乾いてきて、ゼリーの粘稠度がだんだんこう高くなってきて、滑りがどんどん時間がかかると悪くなるんですけど、ゼリーを塗ったスコープは水の中にいると乾きませんので、いつもその潤滑剤としての役割を果たしてくれるので、まあそういった意味もあって、とにかく滑りがいいということです。滑りがいいということは、まあ弱い力で押せるということですね。あともう一つ、水と空気の特徴なんですけども、水はちょっとしか入れない、空気はたくさん入れるという説明をしましたけど、そこのところが、この説明なんですけど、例えば S トップ S 長部ですねに行って屈曲が強いので方向が見にくいので入れようと思った時に、空気だと瞬間圧の弱いところにパッと一瞬で逃げてしまうので、この見たいところ、一番広がってほしい S トップに、がなかなか広がらないっていうことがあるんですが、水の場合そんなに早くは移動できないので、ここでビューッと水を入れると一瞬ここが膨らんでくれるんですね。で、少ない量で、こんだけの量で方向が見えちゃうわけです。方向さえ見えればもうそっちの方向進めるだけなので、で今度時間がまあ10秒とか20秒とか経ってくると、重力下方向に落ちてくるんですね。結局左側がでスタートした場合なんですけども、SD が一番下方向にありますので、ここ S の途中で入れた水は時間が経つとだんだんこっちへ落ちてきまして、S を進めているうちに SD がどんどん鈍角化してきてくれるっていうか、ここが見やすくなるんですね。 SD が膨らむ、入れた直後は先端部が膨らみ、時間が経つと重力下方向の SD が膨らむということで、どっちも非常にその挿入には都合がいいということですね。一枚一枚パネル進めますけど、もし質問あったら手を挙げてくださいね。で今度早期短縮ですね。早いタイミングで短縮できるんだということです。これが空気砲の通常のコロンモデルですね。でこちらはどうかっていうと、実はコロンモデルの肛門部に掃除機を突っ込んで、空気を吸引してみたところです。空気がない、これがまあ本来のいつもある大腸の形ですよね。もともと大腸っていうのはこういうふうに、腸管にが虚脱していて、まあ水とか便とかちょっとしたガスはありますよ当然。だけど基本的にはこんな形になってるのが、空気を入れたらこういう大腸内視鏡を挿入するときに空気を入れたらこんな形になるっていうことなんですね。で例えばここの S の形を見てもらったら分かると思いますけど、空気を抜いただけでもうちょっと直線に近くなってくるんですね。空気がないっていうことが非常に有利に働く。特に S トップから SD までのこの距離だって短くなってますですね。例えばこの風船、ゴム風船で、細長いねゴム風船でやりますと、空気をパンパンに入れると、入れれば入れるほどここが S トップが鋭角になってきます。ここでスコープここまで入れた時に、ここを見たいから空気を入れようと思ったらこっちはこっちに空気を瞬間抜け、どんどん逆に見にくくなってしまうってですね、ここが鋭角になってしまうんですね。エアだと屈曲部に差し掛かってそこでエアを入れると、そこが膨らんでほしいから入れれば入れるほどむしろ鈍角になる。で空気がなければコラプスした虚脱した状態では、そういうことはないですね。でこれが推進法のイメージ、
巨大した腸のイメージで、これが空気がいっぱい入った時のイメージなんです。で、ここで大事なことは短縮抵抗性っていう言葉が書いてあるんですけど、この空気がパンパンに入った風船をこっちから押しますと元に戻ろうとします。押してもまっすぐならないんですね。元の形に戻ろうとするんです。こっちの場合は空気が入ってない時は押したら素直に押した形になってくれるんですね。直線化しなきゃいけないんですけども、最終的にはその時に、空気がいっぱい入ってると元の形に戻ろうとするので、短縮するのにも力がいるんです。強い力で引っ張らないと短縮できないんですね。で、こういったのを、これは水でもそうです。水でも空気でも同じことなんですけど、とにかくパンパンであれば短縮抵抗性がある。虚脱していれば短縮抵抗性がない。空気でも水でもちょっとしか入れなければ、短縮抵抗性はないんですね。だから推進法ではっていうのはちょっと言い方がおかしくて、虚脱していれば短縮抵抗性がないっていう方が正解だと思います。だからエアの方もエアホンの方もできるだけ空気入れない方が短縮には有利だっていうことが、この2枚の、絵から分かっていただけるかと思います。エア抜くとこの緩腕極もちょっと近づいてますよね。この分ここからミッドからミッドトランスバースから、ヘパティカまでのこの距離が短くなる、短縮に有利ですということで、入れたら損だということがよくわかると思います。まあこういう形の時ね、押さないってことですね。これ押すとどうなるかっていうと、一瞬後退しますよね。こう上に上がっていきますので、押してるのに進まないっていう状態です。よくプッシュしない方がいいと、プッシュじゃなくプルで入れるんだと言いますけど、何をプッシュと定義するのかっていうのはこういうことです。これをプッシュと言います。この時押して5センチを押したら5センチ進みますよね。ちょっと曲がってても5センチ押したら5センチ進むなら、これはプッシュとは言いません。腸管は伸ばしてませんので、腸管は全く伸びず、腸の中をスコープだけが進んでいる状態は、理想ですね。これが進み方のですね。で、こういう状態だったら押していいわけです。この状態の時はいつも押さないようにしましょうと。むしろ引いてここを鈍角化して、ここまで鈍角化して入れましょうと。この状態はこの状態にしてから押さないといけないんで、この状態になった時は基本的にプルするんだっていうことですね。じゃあどこがその境界なんですかっていうと、例えば90度くらい、90度より下に下がってたら多分伸びていくでしょう。90度より上向いてたら多分進んでくれるでしょう。でもこの場合も推進法の方が滑りが良くて進んでくれるんです。エアホンの方が腸管を伸ばしやすいんですね。だから、そういう意味でも腸を伸ばさないで押すことがしやすいんですね。プッシュしないで進めるというのは、とにかくどういう定義かというと、スコープ全く押さないとも入っていかないわけですから、押すは押すわけですけど、押すときにとにかくこういう腸管を引き伸ばすような、押してるのに前進しないような操作をしないということを、押さないというふうに、押さないで入れるということはそういうことなんですよと。こうなったときは引くんですっていうことですね。ところがですね、空気がいっぱい入ってると こうやって引くにしても、なかなかですね抵抗性があって引きにくいんですけど、完全に腸管が潰れていくとね、引いてそのまま素直に引けてくるんですね。推進法だと引きやすい。もう一つ推進法やっていかれるときに、フックの仕方がですね、ちょっと
フックの概念がちょっと違うんです。これが通常エアホーでされている時のフックで、こちらが推進法のフックで、エアホーの時には空気がいっぱい入ってますので腸管がある程度開いてます。推進法の時はもうで極力水は入れませんので、こう腸管が虚脱してるんですね。でエアホーの時は屈曲部に差し掛かったら基本的にはそこを一旦超えます。アップアングルが多いですけど、アップアングルで一旦超えます。で超えた後、ここの屈曲部、まあ、S 腸部だったら S 腸部でもいいんですけど、 S 腸部のこの屈曲部とスコープ自体のこの屈曲部と一致させて引いてくるんですね。その時引いてきたらこのスコープは前進してきます。引いてるのに前進するという、ちょっとあのパラドキシカルな動きになるわけですけど、それが通常のエアホーでのよくされてるプルホー、そうですね、あのプルによる直線化です。間違いではありません、もちろんいいことです。この時点でね、このここでプッシュして押しちゃったら伸びきった後でループ作ってね、ここに次にある SD で引っ掛けるっていうやり方よりはここで短縮しちゃった方が痛くないに決まってますので、これなんですけど、推進法の時どうするかというとですね、腸管が虚脱しているせいであんまり超えないことが多いんですね。要するにここまで来た時にもう赤玉になっちゃいます。潰れてますので、なかなかこれ、まあ無理して押したらこの形になりますけど、まあ普通にやるとスコープを90度ぐらい曲げるともうそこで行き止まりになっちゃうんですね。押し込んでアップかけたらこの形になりますよ。でもまあそうしなければこんな形になります。でもそれ以上進めないでここで引いちゃうんですね。角度はこのように180度フルアップかけないで中間アップですね、90度くらいのアップで、弱いアップでもう先端のところに、この絵ちょっとあの行き過ぎてるんですけど、本当はこの屈曲部にアタッチメントが当たったところで引き始めるんですね。で90度くらいのアップアングルをかけて屈曲部に先端のアタッチメントが当たったら引き始める。で、その時のフックって弱いフックなんですね。がっちりこっちに やるともうこっちのフックはめったなことでは抜けてきません、落ちませんけど、こっちのフックは90度の先端だけがカスカス 2,3 ミリ当たってるので弱いフックなんで乱暴にやるとスポンって抜けちゃうんですけど、幸いさっき言った短縮抵抗性がないので弱い力で引っ張ってもこの腸は言いなりになってくれるんですね。つまり下に落ちてきてくれるんです。で鈍角化していってしまいには直線化できるんです。でこことここと画面を見ていたい、これはまあ、 あの解説図ですけど、画面ではどう見えるかっていうと、こっちは短縮していくとどん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  先端に進んでいくように見えるんですけど、こっちはこの屈曲部が見えてるんですね、アタッチメント越しに。でその屈曲部をずっと見ながら短縮していくんですね。つまり短縮している画面が見えてるんです。で短縮し終わると次の関空がパカッて開くように、直線化し終わると次の関空が自動的に見えてくるんですね。っていうことで見ながら入れてるんですね、ここで。これを先端フックと屈曲部フックっていう、フックしてる場所が違うんですっていうのがあるんです。でこのやり方は推進法に非常に向いていてですね、推進をされてる方はみんな意識してなくても自然にこういう短縮法になっちゃうんですけど、こういうふうなことをし始めてるんですけど、まああえてこう言えばこういうふうにフックの場所が違うんですよということですね。推進法でこれもしないことないですよ。これでやってみてね、例えばここら辺ちょっと癒着してる人で硬い人、短縮抵抗性が空気抜いてるのにね、水入れてないのに短縮抵抗性ある人はこれやっても抜けちゃうんで、あこの人超硬いなと思ったらこっちにしちゃうこともあります。こっちのフックの方が強いフックですから、抜けにくいんですけど、ですね、
じゃあエアホーでこのフックできませんかっていうと、まあ空気を抜けばこのエアホーでもこの先端フックできます、多分で、短縮できると思いますけど、まあ慎重にやらないと抜けやすいかなと思います。ここのとこ質問大丈夫でしょうか。で、まあ実は推進法は5センチか10センチくらいのところをなんかずっと行ったり来たりしていることが多いんですけど、それでこう5センチか10センチくらいの肛門入ってちょっと間もない頃をうろうろしてるうちに入っちゃうっていうことが多いんですけど、結局こういう元ループが完成しているような、これはアルファループですね、こういうふうなもうすでに初めからループが完成していても、ここら辺で行ったり来たりしているうちに一ひだずつ、こう短縮しているうちに短縮抵抗性がないし元に戻ろうとする力がないので虚脱してますのでね、だんだんこう近づいてきて、で、その5センチから10センチ行ったり来たりしている間にこうストレートになっちゃうっていう、これが先端フックをやっているうちに自然になっちゃうんですね。だから元の形がこの先のスコープより先のループを到達してもいないのに解除できちゃうんです。だから元の腸がどっち向きのループですかとか、もうあんまり関係なく、スウェードができるっていうですね、こういうふうなことをやるからワンパターンができちゃうんです。例えばこっちはアルファループですよね、こっちは逆アルファループです。だいたい S 状結腸こっちが多いですよね、アルファループ。アルファループっていうのは、こっち今ガンマっていう人もいますけど、僕は逆アルファで統一してます。で、アルファと逆アルファがありまして、アルファループは皆さんご存知のように、深夜先生が、SD 超えてフックした後、右回しで解除しなさいというふうに言われたループです。こちらは、まれにしかない、多分10人に1人もいない逆アルファです。それで、その時にどっちであってもですね、もうここら辺でプルして引っ張ってきて、直線化したしちゃうわけですね。ということはやってることはあんまり変わらないし、あんまりこの差も意識しなくて済むっていう感じでですね、早期に短縮していけば、本当はもうここまで一気に入れるんじゃなくって、ここら辺のひだからもう引いてくるんですけど、そうやって手前から引いていきますと、S トップがどこだったの、SD がどこだったのっていうのをそんなに意識しない。S トップに行く前にもう鈍角化しているし、SD に行く前に鈍角化しているっていうですね、そういうことが可能になります。これは極力水を入れてない、短縮抵抗性のない、推進法だからやりやすい。エアホーでも抜けばできますけど、推進法の方がやりやすいかなと思います。こちらは質問大丈夫でしょうかね。質問また後でも受け付けますので、あればですね。そうすると非常に長い複雑な腸の人がいたとします。非常に長い複雑な腸の人も、プッシュで入れていくとなんか変な、アルファとも逆アルファとも言えないダブルループみたいなのができてしまうような、短縮が困難になってしまうような人でも、結局こう5センチから10センチを行ったり来たりする短縮の回数がちょっと多いだけで、この人腸が長いなと、なかなかつかないなと、回数がちょっと普通なら5回くらいで行くとこ10回で行ったなっていうような感じで、ちょっと回数が増えるだけで、結果同じやり方っていうかですね、あんまり腸を S 状結腸をあまりパターン化して、パターンタイプ1タイプ2タイプ3とかなんかそういうふうなことを考えず、早期に短縮してしまうと、スコープより向こう側の
先端より先にあるループが解除されてしまうので、なんていうかあんまりややこしいことにならないっていうのがこの強みでありまして、それが挿入困難例に強い理由になってますし、20分以上とか10分以上とかのケースが少ない理由もそこにあって、ややこしいことにほぼならないっていうですね、その分早め早めの丁寧な早期短縮をやってますので、簡単な人の場合はもう押しただけで入っちゃう人はいっぱいいるのに、まめにストップに行くまでに短縮なんかするもんだから、結果時間はかかっちゃうんですね。1分台が少なくなっちゃう。でも別に1分台が2分になろうと、30分台が10分に収まってくれたらそっちの方がよっぽど嬉しいので、まあこうやった方がいいんじゃないかと。でそれより何より痛みがないですから、早期に引っ張って短縮化して手元に手繰り寄せるような操作を続けていけば患者さん痛まないのでですね、原則としては、まあ、とにかく短縮のタイミングは早ければ早いほどいいと、ふうふうに考えてますので、ストップに行くまでにもう引いちゃうっていうですね、そういうことがいいのかなと思います。もともとストップって何なのっていうとですね、Sチョーブですよね。Sチョーブって何なのっていうと、ありませんので、目印があるわけでもなく、まあ、直腸が固定されていて SD が固定されていて、その間自由部のところを押した時に初めて分かる鋭角な角度ですよね。押した時に二等辺三角形ができて、そこの腸部がしっかりあるように見えて、ここはストップだと疑いもなく信じるんですけど、水を入れずに引いてしまえばストップなどないわけなんですね。手前手前に行けばどこがストップなんかは知らない。ということで、押さなければ、入ってくるというふうに思います。で、これは、今の時点では何のことかはわからないと思いますけど、1時間後の説明では分かっていただけるかと思うんですけど、とにかくそういう考え方で S を早期に短縮していって、実は横行結腸も早期に短縮するんですけども、S の前半部で短縮を終了し、トランスバースの前半部で短縮を成功させることによって、ここがどんな逆アルファループを描いてても、ここがアルファループを描いてても、あるいはもしダブルループを描いてても、ワンパターンで挿入できちゃうっていうですね、その推進法の場合ワンパターンメソッドっていう、私の考えた、これは1995年に考えましたけど、このワンパターンメソッド、まあ、若干進化しましたけど、ほぼあんまり進化してないですね。1995年からですね、完成してたと思います。その時の実は、決まり事なんですけど、12時12時って言ったり、9時6時、10時半9時って言ったり、12時12時って読むんですけども、この最初の数字がスコープの外の形を表現しておりまして、2番目の数字が体内にあるスコープの先端の角度を意味してるんですけども、それについてはね、また次の、セクションで説明しますけど、とにかく決まってるんだっていうことですね。で、決まってるもんだから、こう外の形もワンパターン、中の形もワンパターン、もうこの決まり通りに入れていく公式です。それの、まあ、概略図なんですね。時間の読み方とかまた説明した後で振り返ってみて見てもらったら、理解していただけると思います。で、50分で、4分の1の1時間分が終わりまして、ちょっと10分くらいあるんですけども、何かここまでのところで質問とかあったら一旦受け付けますけども、はい、どうぞ。早め早めの短縮っていうのは分かるんですけど、はい、RSJ からS ストップの間でそこでなんか引っ掛けるようなものがないんですね、うん、やっぱり僕は RSJ 入って S ストップは認識して、うん、そこを押さないように推進法で引っ張ってるんですね、うん、
ですから RSJ から S の間でその RSJ を作らないように引っ張るっていうのはちょっとよくわからない。ですね、その引っ掛けるところがですね、まあ、極端な話、その180度こう折れ曲がってるところのトップを引っ掛けるんではなくて、90度でも引っ掛けるし、もっと言うと一つ一つのハウストラヒダをもう当てて、角度90度ではなくて角度この45度くらいのアングルでもうアタッチメントをちょっとしたヒダで引いて当てる。もっと言うとその斜めの長管にスコープをペタッと寄せて引いてくると、そのなんていうか スコープをあの、粘膜にペタッとこう固定させた状態で引いてくるという、そんな感じのイメージとしてもそのフックして引っ掛けるっていうイメージから全く違う、あのちょっとこう管区が横になってるとペタッと合わせて引いてくる、またこう言ってるとペタッと合わせて引いてくるっていうですね、そういう引き量もすごく小さいですし、とにかく一ハウストラごと一ひだごと引いてくる感じで、スコープは同じ場所を行ったり来たり5センチか知りませんけどそのくらい、そんなイメージなんですね。それを続けているんです。だからあので、まあ人間でやった時のあの、絵で見るとですね、私の動画で見るとそういったまめな短縮しているのが分かると思うんですけども、そういうこまめな短縮をやっていってるんですね。だから大きなところまではどん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 進めている。例えば今まで関空が見えてるから、見えてるんだったらまっすぐ進めてよしっていう考えではないんです。見えてても直線上に見えてても騙されるなと、もうひだにどん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 あのあれして水を抜いて、それどんどん近づいてきますから、水を抜いた状態で完全にコラプスして、で一ひだ一ひだ手前に手前に引いてくる。スコープはあまり前進してないけど画面ではどんどん進んでいっているように見える。これが一番理想的でですね、そういう感じです。他は質問ない。はい、どうぞ。はい、あとですね、はい、まあ、先ほどの質問にかなり近いんですが、はい、まあ、結局その水がどれぐらい溜まってればいいかっていうのがいつも悩みになるということと、あともう一点ですね、はい、あと結局、まあ、SD を超えた後ですね、はい、その水がドバッと溜まったような状態に、まあ、結局推進法を模してちょっと水を入れすぎた場合、SD に水がやたら溜まってしまった場合、はいはいはい、やっぱりそれは丹念に水を吸ってから進むべきなのか、はい、まあ、ある程度その先ほどの先生の浮力を利用して進むんであれば、ある程度残していいものか、はい、ちょっとその辺を教えていただけますか。なるほどですね。まず入れる水の量ですけど、僕の作ったポンプでは一踏みカチッて踏みますと 1cc 弱入るんですね。一回カチッて踏むとたった 1cc しか入らないんです。で、まあ、それを100回とか踏むんですけども、あの入れる水の量はもう極力少ない方が有利、極力少ない方が有利。ところがじゃあ全く入れなかったらどうかっていうと時間かかっちゃうんですね。方向が見つけにくいもんだから。でもそれでも挿入に関しては有利だと思います。時間をいくらでもくれるんだったら全く入れなくていいと、入ります。で、入れない方がとにかく早期短縮しやすいわけですから、弱い先端フックで縮んじゃうわけですから、だから入れない方がいいに決まってるんですね。ところがそのもうだんだんこう慣れてきてですね、この人はもう多少入れても土管ですぐ入っちゃうなってこう分かるもんだから、手抜きをして水を入れちゃってるんですよ。手抜きをしてね、あるいはもう水が結構管空が広がってて本当はもっと巨大しなきゃいけないのにもう吸わないで行っちゃうこともあります。それは実は手抜きしてるんであって、もし簡単だなと思ったのに異様に難しくって、
失敗したなと反省したときはですね、リベンジモードって言って、もう極力入れないようにしてます。極力入れない方が、そしたら今度は成功するんですね。前回あんなに苦労したのに今回はもう簡単だった、逆に早くついちゃうんですけど、例えばかつてやってみて10分以上かかってると上位 2% の難しさだと、この人は難しいなって分かってたら何をするかって言うと、もう極力入れないんです。もうほとんど踏みません。時間かかったって構わないから、もう 極端に水入れないで入れていくんですね。僕が推進を始めた時は時間なんか気にしてませんでしたから、本当に水入れてなかったです。ちょっとしか水入れないんですね。で、完全に虚脱した状態で最後まで入れるっていうことをやってました。最初にもし入れたら、空気があったら当然今でも完全に空気が吸い込みます。完全にエア抜くで、下剤の水があった時も多ければ吸います。多ければ吸う方向が見えてたら吸います。で、当然 SD まで行った時いっぱい溜まってた、それも絶対吸った方がいいです。吸います。で、そういうふうに、水はどんどん吸っていくんです。水をどんどん入れるっていうのは間違いで、水はどんどん吸っていって、いつも虚脱した状態をキープしないといけないですね。例えばトランスバースが非常に長くて、短縮した状態よりも4倍長かったとしますよね。4倍も長いトランスバースを短い直線化したときは、長さが4分の1になるわけですから、長さが4分の1になるということは面積が2倍になっちゃうわけですね。面積が4倍になっちゃうから直径が2倍になっちゃうんです、ね、だからもともとパンパンだったらもう短縮しえないってことですよね。潰しとかないと、短くなったら太くなるわけですからね、単純に考えて。だからとにかく短縮しておいた方がいいんです。じゃあ浮力の問題を言いますと、そうですね、なんて言ったらいいかな、周りに空気がなく水があれば、ほんの1センチ水があるだけで浮力って働くんです。なぜならば、潜水艦は太平洋の中にあってもプールの中にあっても、周りにそれだけの水があれば浮きますよね。そこに太平洋ほどの水はいらないです。ほんの小さい筒の中に水があったら潜水艦はもう浮いちゃいますから。だから周りが水で覆われている限り浮力って働くんです。周りが完全に水で覆われている限り浮力が効くんですよね。はい、ということです。はいはい、スプレニックまで、左側外がほぼ原則で、99% はそうしてます。はい、ほぼそれの原則で、もう僕ワンパターンメソッドというふうにもうしてますので、それをしてるのは自分の経験思いつきで、変えない、もうワンパターンメソッドに僕も、執着する。そうすることによって弟子が早く育つんですね。あんまり細かいことをちょっと捨てまして、4万人も やりましたので、ね、本当は細かくこうした方がいいって一人一人にオーダーメイドしようと思ったらできますけど、そんなことをして始めると誰もついてこれなくなりますので、4万人やった人しかついてこれなくなって、その境地は僕の望めるものではないので、僕自身も100例か200例で育つようにシンプルなルールにのっとってやるっていうのが流儀ですので、結局肥満までは短縮、左側外と決めた以上っていうか、まあ、僕もそうしてるっていうわけですね。でも理論的に、まあ、ちょっとその理屈っていうか説明なんかしてもしょうがないんですけど、肥満までは左側外が合理的だと僕は思ってます。で、それ以降は、行外が合理的だと思っているので、そうやってるんですけどね。はい、あ。
じゃあいいですかね、次の方に行きたいと思います。で、実際にですね、練習するときに若い人に最初に教えるときに、いきなり、まあ当然人間でしないわけで、人間でやる前にコロモデルでやりまして、そのコロモデルでやる前にベッド上でトレーニングします。で、皆さんはもうベテランというか人間でされているので、こんなバカな話は聞きたくないと思う方も多いかもしれないけど、実はこのベッド上で知り得る知識というのはものすごく重要で、何よりも重要なので、ここを中途半端に理解していて人間で、悩んでいてもなかなか気づかない、何千件やってもなかなか気づかないことが、スコープをこうベッドの上で転がすだけでいろんなこう癖というか法則というか重要な知識がありますので、あえてこう説明したいと思います。で、基本の構えというのがありまして、私がつけたんですけども、この形が基本の構えと言います。推進法と直接関係ないんじゃないかと言われると確かにそうなんですけども、推進法とワンパターンメソッドは表裏一体の関係にありまして、そのワンパターンメソッドを実践するためにはこの基本の構えがやっぱり大事になるんですね。で、ちょっとこれは実際に私がやってみようと思いますけども、その前に説明しますと、左手12時の時アップアングルをかけたら先端も12時を向く、12時って書いてますけど、何のことか意味がわからないと思いますけど、ここの位置に対してここが時計の単針ですよ。単針で、しかも後ろから見てください。これ後ろから見た図なんですけど、後ろから見た時ここの持ってる位置とここの持ってる位置が12時方向、上、ほぼ上にいるんですね。時計の単針の12時ですね。その時ここでアップアングルをかけたら先端も上を向くっていう、そういう話です。で、ここを左手12時先端12時っていうのを左手12時先端12時12時12時というふうに説明理解します。これはどちらも後ろから見たところの絵だというふうに理解してもらいたいと思います。まあ、一応やってみましょう。このスコープは壊れていて、もう廃棄のスコープなんですけども、説明するには十分なので買ってみました。それで、こういうことですね。ここに対してここを単針の中心として、ここを単身の先としたら、後ろから見たときは12時に見えますよね。こうです。ここからここを見たとき、針先はここにあって、単身の根っこはここにあると、上向いてますので12時、後ろから見たときは12時に見えるわけです。そのときアップアングルをかけると先端も上を向くわけですね。これを12時と言います。もう少し、はい、そうですね、後ろから見てくださいね、こういうふうに上にあるときに12時アップ方向、アップアングルかけると12時向くっていうんですね。これが基本の構えということですね。いつもこれからスタートしますし、これで承認終わりますし、いつもこういうふうにしてます。この特徴はアップアングルをかけたときに上を向くっていうことは何を意味するかというと、画面はもし水があれば水は下に見えるわけです。重力があれば重力が下に見えるわけです。つまり画面と重力方向が一致するんですね。
ペン状に水があったりとかすることはこの状態ではありえないと思います、これが基本のところですね。で、基本の構えの練習をやってもらうんですけども、この時ちょっとコツを言えばですね、この通すスコープを脇の下に、構えるってことですね。ここ見てください。脇の下にここが長いですので、うまく脇の下にこう逃してますよね。これが基本の構えの時のコツです。質問大丈夫ですか。これですね、もう一つちょっと付け加えとかなきゃいけないんですけど、基本の構えをしてでアパレルかけると上向きますけど、ここをですねこうねじったらいくらでも回転しますよね。でここのねじりによって12時なのに、こっちは12時なのに向こうはいくらでも動きますけど、実は私はここのねじりをだから使わないようにしてます。ここのひねりはひねらないです。もう一つ、ここでもひねりません。ここでひねっても12時にあってもいくらでもありますよね。ここを ひねらず、ここがいつもこうねじれのない状態なんですね。だから垂れててもダメですよ。垂れててもどっち向いてるかもう自由ですからね。垂れてもダメで、ここが脇の下にはまってて U 字型か L 字型でなきゃいけないんですけど、その時は、でこちらはねじらないってことはいつも天井向いてます。いつも手のひらを天に向けて天井向けてます。どうやって回転する時もそうやってるんですけど、こうやったりこうやったりしないんですね。そうすると今言ったここがアップ方向だと向こうもアップ方向になって12時12時っていうこの状態なんですね。でなんでこんなことをやるかっていうと、体内でここの中患者さんの中入ってて見えないわけですから、外の形で体内がわからないとワンパターンメソッドうまくいかないんです。そのためにここは手首はひねらず、ここも変なループ外に変なループやネジで作らずシンプルな形に置いとくんです。そのために、こういう形をします。こういう持ち方です。これ12時12時です。で、時間の読み方ですけども、今の説明でほぼ分かっていただけたかと思いますけど、最初に体外の時間を言います。読むときですね。で、ここにあれば12時って言います。ここにあれば後ろから見たところですから9時、いいですか。ここ9時って言うんですよ。下に行ってたら6時って言いますし、右側に行ってたら3時って言います。この読み方は問題ないでしょうか。で、先端も同じくこっち側から見た図ですけど12時と言います。これの時9時と言います。下に向いてる時6時と言います。右に向いてる時3時と言います。後ろから見たところの図ですよ。後ろから見て3時にあれば3時、9時にあれば9時、6時にあれば6時、上の方向を向いてて12時あれば12時、いいですか。ちょっと一応やってみましょう。ここがちょっと分かっ、ここで誤解されると、もうこれからの説明が全然分からなくなると思うので、後ろから見たところでこれが12時12時ですね。私が手前が12時、ここから見てこっち12時ですよね。すぐ前も12時で、こういうふうにし、ここまでしますと、今この状態後ろから見るとここを根っこにしたらこっちが9時ですよね。9時、先端はどっち向いてるかっていうと下向いてますので、これを6時って言います。こっちに回しますと、こうですね。この時
どうなるかっていうと、ここに対してこっちですから、後ろから見ると、3時いいですか、3時後ろから見てくださいよ。そしたら先端は6時、後ろからやった方がいいかな、こうですよね。この時、ここが単身の根っこで、こちらが単身の先っぽとしたら、後ろから見たら3時方向ですよね。その時先端は6時ですよということですね。アップアングルかけた時ね、アップアングルですね、はい、ということです、はい、だから時間の言い方はこれで分かっていただけましたかね、6時方向、その左手の6時方向というのは、左手の6時はですね、本当はこうです。これが6時なんですね。これ真下に来てる、ここを単身の根っことして、こちらが先っぽとしたら、後ろから見ていいですから、ここが時計の針の中央地で、中央で、これが先っぽ、こういう、これが6時。でもベッドがありますよね、うん、で実際これが実際できないので、こうします。これとこれと一緒な同値なので、あ、こうはします、こうはするんですけど、分かりやすく言うとこうなってくるんですね。これをこうやったりしますね。これとこれとは同じ、さっきはだから L か U しかダメって言ったけど、 L と U 以外にこういうのもありなんですね。これもあの、ね、一平面上に存在し、ね、変なねじれがないことが重要なんですけどね。こういうふうに一平面にないようなところをやってしまうと、先端との一対一関係ずれてしまうんですよ。で、L 字状だったり、ごめんなさい、 L 字状だったり、それから U 字状だったり、もしくは今みたいにこういうループを作っててもいいんですけども、一平面に必ずないといけないんですね。この3つのパターンしかないと思っていいと思います、やるときですね。 L か U かループを作るかっていうね、ループを作る、こうですね。まあとにかく 6はちょっと作りにくかったですけど、後ろから見て、もっと違う説明をしたら、この20センチのとこから見て、この80センチのとこはどこにありますかみたいな考え方でいいんじゃないかと思うんですけどね。あ、ごめんなさい、今の間違い、80センチのところから見て20センチがどこにあるかですね。これが時計の、あの針の中心で、これがこう回ってきたりね、時計回りにこう回ってきたり、これがこう回ってきたりするじゃないですか。こうね、その この時計の針の中心から見て、先っぽがどっち向いてるかでね、あの時計のようにどんどん1時、2時、3時、4時、5時ってこう回ってきて、またこっち11時、9時ってね、いいですか、はい、これちょっと右手でひねるんじゃなくて、左手でこう、そうです、そうです、そうです、こっちで回さないんですね。そうか、はい、いつもこっちで、こっちで回すから、こっちで回すとね、非常に雑な、ちょっと回すと10度曲がっちゃうんですけど、こっちだとね、もう一度ずつものすごく正確に回せるんですよ。で、しかも回してる途中に正確に回せるし、テコの原理でですよ、正確に回せるし、かつあのなんか変なねじりの力がかかってないので、疲れないんですね、こういうふうにね。だから、まあ、そういうことですね。とにかくこれがあの時間の言い方、これは名称の話ですからね、原理ではなく、ただの名前の言い方ですので、こういうふうに言うんだということを理解してください。で、今度ですね、右手をどう持つか、右手はね、この自動車運転するときにね、自動車初心者は必ずハンドルをこう近く持ちたいんですね。できるだけよく見たいと思ってこうやるんですけどね、逆にこれはあの操作が非常にしづらいので、慣れてくるとハンドルから離れて、持つようになると思います。大腸内視鏡もですね、見てると、初心者はもう肛門のすぐそば持っちゃうんですね。で、力いっぱい持っちゃうんですけど、慣れた人は
距離を持ってかつ、弱く持つってことですね。この、距離を取るっていうことがですねすごい大事なんです。で、僕のやり方の時にその距離を取らなきゃいけない一番の理由は、大腸内視鏡スコープ長いですから、肛門に入れた時ってこんだけしか入ってないわけですね。その時に肛門に入れた時にすぐ近く持つと必ずこういう風な形になっちゃいます。これでスタートする先生すごい多いんじゃないかと思うんですけど、こうなっちゃうんですね。そうするとここがもう曲がってますので、この時点でこう曲がっちゃうと1平面上にないので、こう上げ下げしても何やってもこっちに全然力が伝わってこないんですね。こう垂れてますと、垂れちゃいけないんです。それを後ろを持って垂らさないようにすると初めてこっちの動きが先端に伝わるんですけど、垂らしてしまうともう全然こっちの動きが先端に伝わらなくなっちゃう。ね、こういうことで上下しても全然 前が回らないのにちょっと後ろを持つともうこうしっかり回ってくる。垂れてなければいいんですね。垂らしていて。そのためには肛門入ったすぐもう結構後ろ持ってないとダメだっていうんですね。後ろをこう、そしたら後ろさえ持ってたら下に垂れてないので、もうこうひねったこっちで動かした分だけ動いてくれるっていうことなんですね。だから後ろ持てっていうことですね。後ろを持っていい理由が他にもあるんです。後で出てきます。で、今度右手の持ち方も、ここが結構大事なんですね。このモデルと人間と違うところは、同じ右行くにしてもこのモデルだったら例えば右アングルちょっと使ったらいけたのが、人によってはもっと使わなきゃいけない、アングルがちょっときつい、基本的構造は一緒なのにちょっとだけこのモデルより人間は角度が違う場合があるんです。ちょっとだけ違うのに、だから基本的には一緒でちょっとだけ違うだけだから、もうちょっと強くアングルかけたらいいのにと、もうちょっと強くアングルかけたら通るのにというのが、初心者がアングルが強くかけれないせいで超えられないんですね。そしたら何するかっていうと、ローテーションしてみたりなんか全く別なことをし始めて、もうほとんどこのモデルと一緒でちょっとだけアングルかけりゃもう終わってたのにっていうのがすごく多いんです。つまりアングルは、自由にかけれなきゃいけない、もうフルからフルへいつでも自由にかけられなきゃいけないっていうことがあるんですね。で、アングルをかけやすく正確に力強くかけやすくするためにどう持つかっていうことなんですね。それでこういうふうに今持ってます。これは、角度を維持するためにもこう持たないといけないんですけど、垂直に立てて持つとここで折れ曲がりができちゃうんであまり良くないんですね。U 字型である方がいいので、基本的には先ほど言ったように水平にします。これで水平かつ基本的にはこうもこうもしないでお盆の上に乗せるようにして、基本的にはいつもこの面が上向いてるような状態にしておきます。でこういうふうに持つんですね。で皆さんよくこう持たれる方が多いです。これはこう持つのがまあ伝統であり、日本人は伝統を守りますので、師匠に教わったやり方を守ろうとするのでこう持ちたいわけです。これは覗きの時代のニーズがあってこうやったことですので、その伝統をずっと守ってるんですけど、今はもう覗きありませんので、このこう持たなきゃいけない理由がないんですね。で僕はまず一つはこう持つんです。 ここにこう持たないでこう持つんです。で水平にしちゃいます。そこが違う。水平にすることと水平にしてもこう持たないんですよ。水平にしてこう持つんです。わかりますか。これを上に持たないで下に持つするってことです。でなぜじゃあこれでもいいじゃないかと
どこが違うんだと言われるかもしれないんですけど、上下アングルと左右アングルを親指で僕は操作してるんですけど、その時強い上下アングルをかけたりする時に左右アングルは当然触らないわけです。今度左右アングルを強くかける時に上下アングルは触らないわけですね。で、上下アングルを全く触らず、もう厳密な操作してる時に右行こうと してる時に、ね、右行こうとしてる時に間違ってダウンアングルも一緒に下がって右下行きましたって話にならないんで、もう右行く時には右しか行きたくないので、そうすると上下アングル触りたくないわけですね。とすればどうするかっていうと、ここを持ってるとですね、あの上下アングルをこうかける時に親指のラインをこの上下アングルノブって高いところにあって、上下アングルノブが1階にあって左右アングルノブが2階にあるわけですから、親指ごと親指の付け根ごと引っ越しして上に上げれば、これで上下アングル、あの左右アングル触れますし、下に戻せば上下アングル触れるし、そうやればあの触らなくて済みますよね。それをこう持つと上に引っ越したくてもこれが邪魔になって、左右アングル触るときにどうしても下から行くと上下アングル触ってしまうんですね。うまく左右アングル効きません。特にライトアングルが効かないんです。ライトアングルが非常にしづらくちょっとしか動かせない。だからライトって言ってもちょっとしか動いたらもういっぱいで、それ以上行かない。そう、大抵はローテーションしてアップに持ってきてアパノリでやるとかね、だからそういうことやり始めるんですけど、ちゃんと左右アングルも使えるようにするためには、これの邪魔なのを解除してこういうふうに持った方がいいです。で、そうすると昔はこういうふうにここで止めるために高いところを持ってましたけど、水平ですので別にここ持つ必要ないので距離も取れるんですね。距離取った方が触りやすいです。で、目標はアングルをこうアングルをこういう風にひねってちょっとずつやるんじゃなくて、もう一回触り始めたらこの位置を微動だにすることなくロックトゥロックを一気にやってしまうんですね。そうすると例えば、はい、上行きなさい、下行きなさい、右行きなさい、左行きなさいって言った時に、右行く時にすごく滑らかに行って、もしそれが持ち返すとガクンってなるんですね。スーッて来た時にガクンってなる。で、先端フックですからもう2ミリしかあのアタッチメントの先っぽの2ミリのところにこうひだが引っかかってくる。そのひだをスーッとこう右に襖を開けるように開こうとしている時にガクってなるとポンってか落ちたりするんですね。ものすごく正確にあの障子を開けるみたいにスーッとこういうふうに開いて、開き切ったら次の眼球見えてポンといけるんですけどね、その時にスムーズに行きたいからあのアングルかけ始めたらもう右行けって言ったら、ね、どんどん右行けるようにですね、あのしないといけないですね。で、とにかくそういうことがしやすいように自分で持ち方変える、もうこの操作がしやすいように自由に変えていいわけですから、あの教わったのね、あの僕の教えてくれた先生も亡くなっちゃったんですけど、とにかくあの師匠はこう教えてくれたけど悪いけど私はこう持たせてくださいということ、その方が合理的だと思うんですね。で、持ち方はだから一番目にその上向けますっていうことが一番として書いてまして、二番目に距離を取りますっていうのがあって、三番目は親指の位置が上下アングルを押すときと左右アングルと操作するときと親指の付け根の位置ちょっとグリップずらしますよと。このグリップを少しだけずらすのが水平だとやりやすいんですね。垂直に持ってるとグリップをちょっとずらすのやりにくいんですけど、水平にしてると割と自由に手が動きます。だからがっちり持ってしまわないで、もう本当お盆の上に置くようにして自由にこうあの操作できるようにした方がいいと思います。スコープの持ち方の動画をちょっといきます。
コネクタを結ぶケーブルを左腕に絡まないように左手の下に持ち、手のひらを左手手のひらを天井に向けて、お皿の上にスコープを置くように乗せます。そうするとアングル操作が、特に左右アングル操作がしやすくなります。また、スコープは、上を持たず少し離れたところを持ってください。左手端部は少し、離れたところを持ってください。人差し指でボタンは操作できます。フリーズとシャッターが上手に操作できるようにしてください。アングルが、アップアングル、ダウンアングル、アップアングルをかけたとき、基本の構えのとき12時、上の方向を向きます。左手が右手に対して12時のところにあるとき、アップアングルをかけると、先端も12時方向を向きます。今のところ大丈夫ですかね。じゃあ次行きたいと思います。スコープ操作について説明したいと思います。スコープを U 字状に持ち、1平面上に置くように、して、ねじらずスコープをローテーションします。2倍進角の法則により、90度回転すると先端は180度回転し、図のように180度回転すると先端は360度回転します。先端の、180度回転と360度回転を練習してください。アングルの操作について説明します。アップアングルからダウンアングルまでを1動作で、フルアップトゥフルダウンができるように練習してください。また同様にフルレフトからフルライトへ1動作で、できるように練習してください。カメラの先端をちょっと今映ってませんでしたので、あの画面で説明します。最初12時12時ですね、基本の構えがあります。で、私の手元をですね45度回転した時を11時半って言うんですけど、後ろから見てもらってですね、11時半にしたとき、2倍進角の法則って言いまして、これ11時半ですね、こっちから11時半に45度回転すると先端は90度回転して、私の方から見ますと9時になります。だから11時半にするとこっちの方が分かりやすい、こっちの方が分かりやすいですね。12時からちょっと逆になりますから、後ろから見てると思ってくださいね。そうすると、とにかく2倍の角度で進むんだと。じゃあ私が9時まで90度回転したらどうなるかっていうと、当然2倍進角の法則で先端は2倍進んで、6時に行くということですね。やってみるとこうやるとこうですね、ここから見て80センチのところ見て、ここの30センチのところが真横、9時の状態です。その時先端は、6時方向ですね、2倍の進化で進んでいるのが分かってもらえるかなと思いますね。はい、ということは私が真下まで下げたらどうなるかっていうと、180度手元を回転して12時から6時まで来たら先端はどうなるかっていうと、ぐるりと一周して360度を回るわけですね。それをやってみますと、ぐるっと回転して真下まで来た、これ真下だったですよね。
80センチのところから見て20センチは6時に来てます。そうすると先端は360度回転したわけですね。2倍で進化する。いいですか。もう一回戻しますと、ぐーっと戻すと、僕が180度こっちを行ったり来たりしたおかげで向こうは一周したってことです。今度右回し、今の左回しだったんですね。右回しをやってみますと、右も同じことを言えて、僕が45度回転し1時半まで持ってきたら、向こうは3時まで2倍で進化します。やるとこうです。1時半まで持ってきたら向こうは3時に来る。で、当然僕は3時まで来たら向こうは6時に来る。で、僕が6時に来たら向こうは360度回って順次ですか。つまり、2倍進化の法則っていうのが成り立つんですね。これがないと、このルールがあるから先端が見えなくても僕は正確に先端がどっち向いてるか分かるわけです。ここからお尻の外ですから、お尻の外のある部分によって先端がどっち向いてるか、なんで分かるんですかっていうと、2倍進化だからです。今僕は11時半だから先端は当然9時でしょ、こう向いてるんだなっていうことが分かるんですね。で、右回し360度の時、ちょっとさっきも持ち替えましたよね。持ち替えてないですよ。もう一回やりましょうか。左と右と両方やりますよ。まず左回し360度ですよね。で、戻しますよね。右回り360度戻しますよね。右と左とは連続してますよ。で、こういうふうにスムーズに回転できるようにですね、ちょっと練習しといてもらいたいですね。これ意外と難しいです。先生、はい、11時半ですか？10時半じゃないですか？10時半ですか？10時半、ごめんなさい。11時半はこんだけですよね。10時半、45分で10時半だったとき、先端9時ですね。このとき、表現はこちらを先に言いますので、10時半9時っていう説明ですね。はい、ということです。これがね、あと20分ぐらい少しずつ先生方にちょっと見ていただいて、持ってもらって、そうですね、はい、ちょっと休み時間でもちょっと自由にこれ、壊れてますので、はい、使ってもらって構いません。そうですね、自分で やらないとね、やってみないと、はい、ちょっと、はい、お帰りになったら意外と難しい。で、しかもこれをこういうふうに滑らかにですね、こう、回せないと良くないですから、で、これがね、こういうふうに回してるとこんなに滑らかに回らないんですよ。だから動画でもものすごい機械で動かしたみたいにね、正確に回せるんですけどね、体内がですね、体内で回転するときにビューってきれいに回せるのはここで回してるからね。ここで回しちゃうとなんかぎこちない動画になっちゃうんですね。腸内の先端の絵がですよ、こう正確に回せるんですね。これがなぜ2倍進化なんですかなんていう質問はね、されると困っちゃうんですけどはい、まあね、それちょっと一応説明します。こんなことは聞かなくていいです。興味ある人だけね、こう、僕がもし氷付けされてですね、このまま氷付けされたら、倒されたら90度回ったら90度回るわけです。当然ですね。で、もうこことこことは氷付けなんです。その時90度回った時、これ本来上向いてなきゃいけないのが横向いちゃったじゃないですか。こうやっていいですか。これは今天井を向いてお盆で上向いてますよね。90度もし僕が倒れたら、向こうも90度しか回りませんけど、これ横向いちゃってるんです。僕はいつも上向きなさいって言ったじゃないですか。だからここで上向けると、その分回るんですね。つまりいつも上向けてるっていうところがミソなんですよ。ここで実はねじりを加えてないと意識してるんだけど、ねじってるような感じの効果があるから、その効果と回転効果が1対1なので2倍に進化したんです。こんなことはない。後でつけた理論みたいなもんで、別に覚えてる人は全くなく、2倍で進化するっていうことだけ知っとけば。
それで、ローテーション、皆さん当然ローテーションが多用しないと大腸は挿入できませんので、ローテーションの仕方なんですけども、基本の構え12時の時12時それで、ローテーションしていくと、こちら手元が9時に来た時、センターのは6時に来ます。で手元が10時40分の時、先端が9時半で、12時の時10時、手元さんさらに45度回転したら、こちらが1時半の時に先端が3時、そしてこちらが3時の時先端が6時で戻す。2倍進化の法則を説明してます。360度は、左に180度、右に180度、これで360度完成で、先端を360度回す練習をまずしてます。やってます。でローテーションするときこちらの手でねじらないで、必ずこちらの左手でローテーションします。今度さらにローテーションを加えて左に360度、今度720度の回転をしてます。でそれで、手元がここからここを見ると6時なので、先端は12で戻って、逆に右もここからさらに回して、先端が6時に来たとき、手元が6時来たとき先端は12時、これを何度も練習します。でまあ、今ので左360度右360度合わせて720度回転したわけですけど、それでもしもっと右足りないとき、そこでまた戻っちゃったらですね、もうちょっと回したら行くのにっていうときに、もういっぱいで右いっぱいでもう回せませんっていうのももったいないんで、そのときもっと回せなきゃいけないときは、あのループをですね外に出しちゃうんですね。それちょっとやって説明します。今、まあ、右回しして、右これで360度いっぱいいっぱいです。これ以上もう回れませんので、その時ですね、ちょっとここ持ってもらえます？ここのストーク、ここ、そうそうそう、その時ここを持ってもらって、介助者に持ってもらって、こちらの方で介助しまして、すとまた手離していいですよ。最初の基本の構えになってます。12時、だからもう一回回転できるんです。でもう一回回転したらまた持ってもらって、ここちょっと持ってもらいます。で、また同じようにしっかり持ってください、はい、ギュッとしっかり持ってください、はい、もういいですよっていう感じで、もう一回お願いしますね。逆回しの時も、左回し360度先端回っていっぱいいっぱいの時にしっかり持ってくださいね。いや、持ててない、しっかり持ってください、はい、解除するわけですね、こうやって。そしてまた左に回転してまた持ってください。それで、まあ、何回でも回転できますので、これも練習しとかないといけないです。それが左にもうちょっと行けばいいのに、やめてしまうとかね、するともったいないんですね。はい、アングルももうフルトゥーフルが自由にできて、ローテーションも自由に何回でもできる。それが制限がある中ではもう挿入がそれだけで不利になっちゃいますけどね。アングルとローテーションは制限なくできるんですよね。はい、今度アングル操作もう説明したかと思います。まっすぐ先端をしておきます。それでアングル操作ですけども、上下アングルを触るときはこの位置にグリップしますけども、左右アングル
触るときはグリップを、少しずらして、この親指のラインがこの平面上に全部乗っかるようにします。そうすることによって、上下アングルのところを触らなくて済むわけですね。アングルをかけるときに1階から2階へ引っ越しするような感じです。グリップを深く持ったり浅く持ったりすることによってグリップチェンジをし、上下アングルと左右アングルを、別個に操作します。まず上下アングルの操作から始めます。上下アングルは1回ですから親指を低い位置に置いて、でこの指先で D の位置を触ってアッパーアングルをかけ始めます。これがフルアッパーアングルです。そしたら今度はこの D の位置を触りながらダウンをかけていきます。ずっとダウンをかけていって、ここでフルです。フルダウンアングル。でこのアップアングルからフルダウンまでを、1回の操作でできるように練習しましょう。で同じように左右アングルの操作です。こちらレフトアングルをフルにかけます。で戻してフルにライトをかけていきます。フルトゥーフルを1回の操作できるように練習しましょう。はい、まあもともとこの操作がすごく しにくいように作ってあってですね、ここがもう見た方向に向いてくれるジョイスティックのようになってたらですね、で電動サポートのついたジョイスティックだったらものすごい挿入簡単なんですけど、こう技術がないもんで上下と左右が分かれていてこんな風な操作なんで、結局は我々はあんまり斜め上が斜め下が不得意で、アップかライトかその十字方向にしかスコープって進めていかないんですね。だから関空が斜めこっちに見えたら普通はアップに持ってくるかライトに持ってくるかして決着するわけです。その時に、まあこういうそのアングル操作で、しかも人間工学的にアップアングルとレフトアングルってやりやすいんですけど、ダウンアングルとライトアングルっていうのはこういう操作になりますからやりづらいですね。腹筋使うの簡単だけど心筋使うの難しいですね。でそういうことでこのダウンとライトが、まあ、しかも胃カメラであんまり使わないというのもあって、下手な人が多いです。特にライトアングルが推進法というか、ごめんなさい、ワンパターンメソッドでは非常によく使うんです。ライトアングル使うんですね。でライトアングルが苦手だとちょっとうまくいかないので、ライトアングル練習っていうのをだいぶしないといけないんですけど、このライトアングルをしっかりかけれるっていうですね、これが結構難しいんですよ。ライトアングルをしっかりかけれるっていうですね。で実際このライトでフルまでかけることはあるかっていうと、めったないです。めったにそんなフルライトアングルなんかしないんですけど、でもやっぱり練習ではしとかないといけない。たまーにあるわけですね。たまーにあるときに、もう、やっぱり、こう、フルライトまで、いざとなったらかけれますよっていうのは、やっぱり、練習しておいた方がいいですよね。かけれた方がかけれないよりいいわけですから。普通は、まあ、弱い、このくらいの、90度くらいのライトアングルで蹴りがつきます。けど、フルライトまでかける。基本は上向いてますね。はい、それでフルダウン。そうそう。フルアップするか。はい。フルダウン。はい、そうですね。ただもうフルの時、特にライトの時、苦しいとちょっと回転しますけど、それくらいは多めに見ていいと思いますよ。ちょっと回転。コツはですね、ちょっと本には書きませんでしたけど、フルでやるときにお腹にここ当てます。
そうするとうまく固定されて、やりやすいんです。お腹にスコープの、この根っこをお腹にこう当てると、フルがかけやすくなります。お腹も使っちゃうんです。工藤新英先生なんかは、アングルかけるときに、彼は立てて持ってますよね。アングルかけるときに、胸と体をくっつけて、ここで固定して、手が浮きますので、アングルかけますよね。そう、手が自由になるから、強いアングルがかけやすくなるんですね。こう持ってると、うまくかけれないのも、こういうふうに固定するとすごいかけやすくなります。ね、僕はお腹をこう使っています。いつもじゃないです。フルかけるときだけ。やってみるとわかります。お腹に当てた方がやりやすい。はい。あと、いいですか？次、スーパーアップっていう。アングルで、ライトアングル、アップアングルをフルで効かして、このアングルがまだ、不十分だと思ったときに、もっと強くアップアングルをかけたいときにやるテクニックでスーパーアップです。スーパーアップはフルアングルでもういっぱいなときに、アングルを1個戻して、ライトアングルとアップアングルと両方触りながら一気に、やることです。そのことによって先ほどより強いアングルがかけられます。かけられますと、かけられると、アップアングルフルでやる。フルでかけて足りないときにもうちょっとかける。そうすることによって、アップアングルを強くかけることができます。あと、アングルチェンジも次に言っとこうかな。アングルチェンジは、例えば、ダウンアングル。ダウンアングルアングルチェンジの前にスーパーアップ、これは言葉は使わなくても胃カメラされている方は大体知ってると思います。でも一応説明します。まああとスコープがちょっとこうワイヤーが伸びてきて遊びが大きくなってて、アップがあんまりかかんないスコープの時にもよく使うんですけど、もうこれでフルアップですよね。これ以上アップかけられないけども、もうちょっとアップ、強いアップが必要だっていう時に、この状態からアングルをライトアングルかけると、あんまりライトに回るというよりはどんどんアップアングルが強くなるような効果が得られるわけですね。フルアップにしておいた後、ごめんなさい、レフトアングルをかけると余計アップアングル強くなります。これ胃カメラなんかも制限したりね、するときに使ったりすることも多いと思います、ね、これも大腸でも割と使えますということで、それを片手でやるわけですから、アップアングルでいっぱいのときに1個戻ってライトアングルも、レフトアングルもひねるということですね。足りなかったらもう1個ひねればいいです。そうすると強いアングルがかかった、強いアップアングルがかかったと言ってもいいじゃないですかですね。こういう急なカーブをどうしても曲がりたいときなんか、フルアップかけてるのにまだ外側の赤玉しか見えないときに、もうちょっとかけたら次のカーブ見えてくるとかね、そういうのを使います。まあ皆さん知ってるとは思いますけど、一応それの練習としてやってみたんですね。しっかりかけて、ダウンアングルからレフトアングルにアングルチェンジするときに、ダウンアングルをもっとかけたいけども、かからないときにどうするかっていうと、レフトアングル、ダウンアングルをライトアングルに変更します。これがダウンアングルから、ライトアングルに変更することによって、さらに強くかけることができたんです。同様によく使うアングルチェンジはライトアングルです。ライトアングルをかけていって、ライトアングルをかけていって、もっとかけたいときにライトアングルからアップアングルにアングルチェンジしていきます。もう一回やると、ライトアングルをしっかりかけて、これフルライトです。フルライトで足りないときにアップアングルにアングルチェンジして、さらに強くかけます。
こういうふうに、ダウンアングルやライトアングルっていうのは、非常に、かけにくい、しかもあまりかからないので、それを、アングルを変えることによって、さらに強くかけることができます。アングルチェンジは、ダウンアングルトゥ、レフトアングルとライトアングルとアップアングルのアングルチェンジをよくしますので覚えておいてください。ワンパターンメソッドでは、例えばミッドトランスバースを後で説明しますけど、ミッドトランスバースはダウンで進めるんです。ところがこうフルダウンかけても足りないとき、もうちょっとかけたいときに何かに今のテクニック使うんですね。あるいは例えばライトアングル、ライトアングルは、ワンパターンメソッドでは SD ジャンクションを超えるときと緩和曲を超えるとき使うんですけども、そのときも、強くライトアングルフルかけても届かないようなときにちょっと使うんですね。それをアングルチェンジっていうんです。でどういうことかというと、もともとダウンとライトっていうのはさっきも言った一番人間工学的に使いづらい方向ですよね。こっち心筋方向っていうか、下から上にこう上げるライトとダウンって使いにくいんです。で、その時例えばダウンかけたとしますよね。でダウンかけて、このダウンをもうちょっと強くかけたいなと思った時にどうするかっていうと、レフトローテーションしてレフトにしちゃうわけです。画面で見るとすごい簡単だと思うんですけど、下方向に行ってもうちょっとアングルかけづらいなと思ったら、この下方向行ってんのをこっち側に持ってきてレフトにしちゃう。そういうのはされてる人も、自然に意識しないでもされてる方も多いんじゃないかと思いますけど、ダウンダウンダウンって行って結構まだ下に行ってるんだけど、結構強いダウンかけちゃってる時に、これをこのダウンに行ってるのをこっちに持ってくるわけですね。90度回転、回転するということは、手元では45度だけ回転すればいいわけで、45度回転してとにかく画面をこっちに持ってきてレフトにしちゃうんです。でダウンっていう操作よりレフトっていう操作の方がやりやすい。ダウンっていうこういう下から上に上げる操作を、レフトっていう横に下から上に上げて上から下に下げる、こう来たのがこういっぱいいっぱいまで来たらキュッと上持ってスーッと下げる。いいですか？難しいですかね。ちょっと難しいですよね。ダウンに行ってるルーメンを下にどん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 行って、もうダウンこれで結構きついな、いっぱいいっぱいだなと思ったら、こっち側に持ってきてキュッと回転して45度回転して画面こっち側に持ってきて、でローテーションして今度ダウンだったのを1階から2階に上げて、今度こっち向きに、それを実際やってみますと、今これダウンですよね。ダウンで結構効きました。そしてこれをレフトにアングルチェンジしてこうやるんです。その時に少しだけ回転したら、スコープだけ見てると強くなった角度が強くなっただけにしか見えないじゃないですか、ね、スコープだけ見てると角度がちょっと強くなっただけにしか見えないんですけど、腸から見てスコープはちょっと角度強くなったなってしか思わないんだけど、画面上では下に行ってたのが左に行くように見えるんですよ。画面上ではちょっと変化が大きいですけど、やってることは何かっていうと、トランスバースでダウンにかけたい時にダウンがあんまりかからないのでちょっと曲げてレフトを強くしたっていう、そういう感じです。それと同じアングルチェンジがもう一個は、ライトからライトアングルかけます。ライトアングルがもう結構かけていっぱいですよと、その時にこれをアップアングルに変えたらいいだけなんです。アップアングルに変える時、そのままアップアングルにかけたらこうなっちゃいますよね。だからアップアングルに かけ直す時にちょっとだけひねればいいんです。いいですか？
もう一回やりましょう。ライトアングルかけた。ライトアングルかけて、もっとかけたいときに、このまま、こうやるアップかけると、45度ずれちゃいますので、ライトアングルかけて、アップアングルにアングルチェンジするとき、ちょっとだけ回転させ、ライトローテーションしたら、あたかも、ライトアングルが強くかかったよね。に、な、体内での動きになるんです。これはよく使います。ライトがきついときに、ライトで行こうかなと思って、これで行ってくれたらいいし、大抵は行くんですけど、これで行かないときに、じゃあどうしようもないです、もうライトいっぱいですって言うんじゃなくて、それをアップアングルにアングルチェンジしたら、もっと効くってやつです。これを知っとくとね、スムーズかつ強いアングルが楽にかけれるってです、ね。これは割とでも、こう言葉で認識してなくても自然に体でやってることもあるんじゃないかと思うんですけどね。先生、画面ではダウンの時はライトを加えるっていうのが聞こえたんですけど、画面では喋ってるのはダウンの時はフルダウンにライトを加えるっていうふうに説明しました。あ、今の動画で、はい、あ、じゃあ間違いですね。はい、もうちょっと言い間違いが多くなって、ダウンにこうしてダウンが苦しくなると、普通は左に持ってきてでレフトにするし、今度ライトに行こうとしていっぱいいっぱいだと、ライトローテーション、実はね、ライトローテーションこのくらいです。レフトからダウンからレフトに変えるときもこのくらい、ライトから、ライトからアップに変えるときもこのくらい、 22.5 度くらいなんですよ。それはね、どういうことかというと、もし今ライト行きますよ。ライト行くじゃないですか、僕ライトね、これ。ライトいっぱいいっぱい来て、次にアップに変えたとき45度でしょ。この、何にもしなかったから。ライトいっぱいいっぱいからアップに変えたら45度。45度を、こっちで寝かしてやったらいいわけですから、45度寝かすためには僕は 22.5 度、こんだけ移動したらいいです。ね、だから、初めからライトいっぱいのとき、あ、ごめんなさい、ライトいっぱいの時、アップかける時に初めからアップかけながら 22.5 度だけ動かしてあげます。いいですか。だからそんなややこしい角度とか数字とか覚える必要ないから、体でダウンの時レフトにするとこうやる、でライトの時アップする時これだけやる。そのちょっとだけ動かすっていうことを体感で覚えとけばできるんです。ただ画面はさっき言ったように随分変わりました。こう来てたのがぐるっと回ってこっち行くし、ね、ライトにこう行ってたのにぐるっと回ってこう行くんですよね。それでまあできるっていうことですね。これが フルで足りない時とかフルしにくい時にやるもう一個のやり方、アングルチェンジですね。実はこのアングルチェンジはワンパターンメソッドの中のルーチンとして出てきます。だから、ワンパターンメソッドを やるともう必ず1人やるたびにこのアングルチェンジは2回やるんですね。もうルーチン的にやってますので、すぐ慣れてくるんですけど、どこでまたやるかとかは出てきたらまたアングルチェンジの説明ですね。もう1回復習のつもりでアングルチェンジ聞いてください。アングルチェンジというのは、アングルがかかりが弱いときにアングルを強くかけるテクニックです。 SD ジャンクションをライトアングルで越えたとき、ライトで越えたとき、ライトアングルがもっとかけたいときに、ライトアングルもいっぱいですので、アップアングルにアングルを変更してさらに追加していきます。そのとき若干こちら手はひねっていきます。そうすることによって、ライトアングルが強くかかったような、疑似的な、動きができます。で、もう一つ使われるのはミッドトランスバースでの操作ですけども、ダウンアングルで引っ掛けた後、
ダウンアングルで引っ掛けたとさらに強くかけるためにレフトアングルにアングルチェンジしていきます。そうですね、これがダウンアングルトゥーレフトアングルのアングルチェンジというやつです。その時はアングルチェンジに伴って若干左へローテーションしていきます。もう一回いきます。ダウンアングルでかけてさらにこれをレフトアングルにアングルチェンジするときに強くかかったような、ちょっと少しだけローテーションすることによって、滑らかにアングルが変更していきます。それを全然アングルを元に戻さない、変えないと、ローテーションしないとどうなるかというとダウンアングルします。ダウンアングルした後何もしないとこういう風に浮いてしまいます。少しだけ、レフトローテーションすることによってアングルが強くかかっていくような、状況になります。一番最初にやったライトトゥアップの方も、同じことが言えるんですけども、やってみますとライトアングルを強くかけます。ライトアングルをかけた後アップアングルにするときそのままアップをかけるとこうなります。この分、少しだけライトローテーションすることによって、きれいにつながっていくわけですね。ライトからアップへきれいにつながっていく、そういうことで、これは手が癖になるまで覚えるまでライトからアップ、ダウンからレフト、少しだけ角度をずらすっていうことは解凍してください。以上。このところは良かったでしょうか。ちょっと難しくてこの実際やってみないとここはちょっといまいち分かりにくいところだと思います。時間になりましたけどもうちょっといきましょうね。ループ解除の理論、ごめんなさい、ちょっとループ解除の理論3ページにつながってますので午後にしましょうかね。はい、じゃあ ここで午前の部は終わりたいと思います。今までのところで、今までの2時間で何か質問ある方は、大丈夫でしょうかね。またじゃあ最後講義の終わりに全体質問しますので、ここで休憩に入りたいと思います。はい、長時間にわたりありがとうございました。じゃあちょっとお待ちください。ネット受講者から質問が来たみたいですね。はい、すみません。じゃあ先生ちょっと読み上げていただいたのでお答えください。はい、アングル操作の実技ありがとうございます。フルアップからダウン、フルライトからレフト、別々の操作でしたが、これが同時、すなわち例えばフルアップにして同時にフルライトからレフトにすることは可能ですか？そうですね。まず、一つは、アップアングルをかけながらレフトアングルをかけるとか、同時にやることは、同時に斜めに、要するに、動かすということは僕はやってないです。僕はもし斜め下に進めたかったらダウンライトダウンライトダウンライトっていうやるしかない。それか普通は斜め下だったらそれを真右に持ってくるか真下に持ってくるかしてダウンでやるかライトでやるかっていうふうになってます。だから斜めっていう同時操作っていうのはやってないです。じゃあ今度フルダウンにした後フルダウンにした後ライトやレフトに行くかっていうとあまりそれもやってないですね。でダウンかけた後別に、さっき言ったアングルチェンジと一緒のことになると思うんですけどライトダウンかけた後レフトに行ったりライトに行ったりする必要があった時にはもうダウンから手を離して、ライトかレフトにやっていきます。でその実はその手を離してもダウンってちょっとかかってるんですね。かかってるので
実はあの強いアングルがかかってるんですね。あのアングルチェンジの時に、アングルチェンジの時に一回ダウンにして戻してレフトにしたらあんまりうまみはないです。ダウンにしたのをダウンがちょっと手は離してロックもしてないですよ。でも聞いてるところでレフトをかけると何が起こるかっていうと、同時にかけたスーパーアップのなんかこう波形なんですけど、同時にアングルかけると1個単独かけるより強くかかるっていう、そういう特性がありますので、ダウンかけといてレフトやることはありますけど、あのとにかく同時操作はしてないです。でロックすることなく必要あったときは離します。ダウンをかけて離してレフトを持つ、それでもダウン効果は残るんだというふうに思います。斜め操作とかエアホーの方とか、あるいはこういう操作する方はあの手の長い人でですね、向こう側からアングルノブ両方触ったりとかやって斜めに行ける人もいるかと思いますけど、僕はあの手が小さくてそれができないこともありますけど、その必要性もほぼ感じないですね。あの斜めに行きたいという必要はあのほぼ感じてないです、ちょっとだけアングルをあのローテーションして、大抵はあの真右か真下にして、それで操作するということですね。まあ、その斜めに上手に安定してしっかり操作できる、もし技術があるんだったらそれはそれで捨てなくてもいいのかなとは思いますけど、僕はやってないということですね。はい、ありがとうございました。さて、他にないようでございましたら、じゃあ午前の講義これで終わらせていただきましょうかね。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。で、食事ですけど、いつものように受付でお弁当とお茶を受け取られまして、現在の席でお召し上がりください。さて、午後の再開でございますが、もしその席の方にこうスコープを触っていただくのは、少しこう時間取った方がよろしいですか。20分もそんなことももういいですか。もうなんか今のお話で大丈夫ですか。そしたらもう講義を30分後ぐらいだから、12時40分にじゃあ講義をでは再開させていただきますので、あの30分のお昼休みで恐縮でございますが、よろしくお願いします。